幼い頃はニューヨークで育ち、小学1年の途中から日本に住んでいる。デーモン小暮は小食で、サプリメントを飲んでいる。物を粗末にすることを嫌い、ラジオのお便りなどを保存している。クリスマスやバレンタインなどの行事に関わることを禁止している。中学の時、新聞作りに明け暮れていた。学生の頃は相撲をしており、力士になりたかった。高校時代のあだ名は、エグレガエル。広島で、がん検診推進大使として活動している。2010年以降、芸名をデーモン閣下に変更した。歌っている時は、常に飴を舐めている。NHK 紅白歌合戦は当時、出場歌手の出身地がテロップ表示されていたが、出身地は地獄だと主張し、その年から表示されなくなった。